ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はドコモや au に続きソフトバンクからも今年の秋冬モデルが発表されましたのでご紹介したいと思います。今回発表された新製品は今画面に表示している合計5機種となっています。各モデルの発売日や価格をご紹介すると次のようになります。まずソニーの Xperia 5については10月25日発売、価格は116,160円となります。シャープのアコス02は2020年の1月下旬以降に発売で価格は未定。同じくシャープのアコスセンス3は12月上旬以降に発売され、こちらも価格は未定となっています。また詳細は後ほどご紹介しますが、今回発表されるモデルの中でも注目されているのが LG の G8X 新旧というモデルです。こちらは12月上旬以降に発売される予定です。また今回はセイコーのキッズフォン2も発売されます。発売時期としては12月上旬以降を予定しています。ではここからは各モデルのスペックや特徴などをご紹介したいと思います。まずは最も発売時期の早いソニーの Xperia 5ですが、このモデルはすでに au、それからドコモからも発売されることが決定したモデルです。ソニーが今年後半に発売するモデルの中ではハイスペックなモデルとなっており、主な機能は今年の春に発売された Xperia 1を継承しつつも、ディスプレイサイズがコンパクトになりとても持ちやすい端末となっています。今回ソフトバンクから発表されたモデルの中で唯一価格が明らかになっているモデルで、116,160円とかなり高額な機種にはなっていますので、基本的には割引サービスを利用して購入することになるかと思います。特徴としては、Xperia 1でも搭載されていた21対9という超縦長のディスプレイを搭載しています。もちろん、このディスプレイは有機ヒールディスプレイとなっています。カメラについても Xperia 1を継承しており、トリプルレンズカメラとなっています。ただ、Xperia 1では本体の中央に縦にレンズが配置されていましたが、この Xperia 5については本体背面から見て、左上の方にカメラが搭載されています。このため、横向きに持った際に指がレンズに当たってしまう心配もなく、Xperia 1以上に使いやすくなっているかと思います。その他、ソフトウェアについても Xperia 1に搭載されていた Cinema Pro といって、動画を撮影する際に細かいパラメータを変更して撮影することができる機能も搭載されています。基本スペックについては、CPU が Snapdragon 855、RAM は 6GB で、ROM は 64GB、最大 512GB の MicroSD にも対応しています。カメラの画素数としてはすべて1200万画素で、レンズの構成としては標準レンズ、超広角レンズ、望遠レンズの組み合わせです。前面のインカメラについてはシングルレンズで、画素数は800万画素となっています。他社のフラグシップモデルはインカメラにも2000万以上のカメラを搭載することが多くなってきましたが、未だにソニーの Xperia については画素数が控えめになっています。ディスプレイについては 6.1 インチの有機 LED ディスプレイで、解像度は 2520×1080 ドットとなっています。春に発売された Xperia 1の場合、4K 相当の解像度となっていましたが、ディスプレイサイズが小さくなった分、解像度も低めになっています。解像度をあまり上げすぎると、バッテリーの消耗が早くなってしまいますので、個人的にはこれぐらいの解像度があれば十分かと思います。バッテリーについては 3000mAh で、OS は Android 9となります。その他、もちろん Xperia ですので、防水にも対応しており、応答級は IP68 となっています。その他、お財布携帯にも対応。指紋センサーについては側面に搭載されているほか、ワンセグ、フルセグにも対応しています。ここ最近話題になっていましたが、今年の秋冬モデルで、ワンセグなどテレビ機能が付いたモデルが少なくなっていると言われていましたが、そんな中、Xperia 5については、きちんとこの前同様、ワンセグ、フルセグに対応しています。このワンセグやフルセグが本当に必要かどうかということですが、過去の例からすると大きな地震など何か災害が起きた際に役に立つと言われています。もちろんテレビ以外にも情報を収集する欄もありますが、やはり災害が起きた時というのはネットワークがダウンしてしまいますので、より確実に情報を入手できる手段としてワンセグやフルセグがついていると便利かと思います。その他、こちらも他社でも発売されることが発表されていた、シャープのアコス02がソフトバンクからも発売されます。発売時期としては他のキャリア同様、2020年1月下旬以降ということで、かなり先になってしまいますが、ハイスペックではありながらとても軽量なのが特徴です。
今回のモデルも大画面のディスプレイを搭載しながら、重さは約 140g と、他社のフラグシップと比べると 50g 前後軽い端末になっています。シャープのスマホではありますが、UQL ディスプレイを搭載しており、この UQL ディスプレイは 240Hz の高速駆動タイプになっています。液晶ディスプレイでは高速駆動タイプ多いんですが、まだまだ UQL で高速駆動のものというのは少ないので、特にゲームなどをプレイする端末としてこの製品を購入するというのはかなりいい選択肢になるかと思います。その他、発熱によるパフォーマンスを下げるために、充電用の専用 IC を2つ搭載し、パラレル充電することによって、バッテリー充電池の発熱を抑える工夫がされています。基本スペックについては、CPU が Qualcomm の Snapdragon 855、RAM は 8GB で、ROM は 256GB。注意点としては、このモデルは MicroSD などの外部ストレージが非対応となっています。ディスプレイは 6.4 インチの UQ ディスプレイ。解像度は Full HD プラス。カメラは背面のアートカメラがデュアルレンズカメラとなっており、1220万画素と2010万画素の組み合わせ。レンズについては、標準レンズと広角レンズが付けられています。前面のインカメラは800万画素のシングルレンズ。バッテリー容量は 3130mAh で、OS は Android 10となります。また、XL5 同様、IP68 の防塵防水に対応しているほか、お財布携帯にも対応します。そして、シャープのスマホとしては、初めてディスプレイ内蔵方式の指紋センサーに対応しています。欠点としては、やはり発売時期が2020年になってしまい、おそらくそのタイミングでは、すでに最新世代のスナップドラゴンが発表されている頃ですので、スペックを重視する方にとっては、少なくともスナップドラゴン855プラスぐらいは搭載してほしかったというところはあるかと思います。そして、こちらも他のキャリアと同じく、シャープからアクオスセンス3プラスが発売されます。このアクオスセンス3プラスは、EU からアクオスセンス3プラスサウンドというモデルで発売される端末と、基本的には同じモデルとなっています。発売時期は12月上旬以降で、価格は未定ながら、Xperia 5やアクオス02と比較すると、比較的買いやすい価格になるかと思います。とはいえ、かなり音質にこだわったモデルとなっており、ドルビーアトモスにも対応しており、また本体にはステレオスピーカーが内蔵されています。搭載されるディスプレイはシャープのエグゾーディスプレイとなっており、今回のモデルに搭載されるディスプレイは、液晶テレビのアクオスにも搭載されていたリッチカラーテクノロジーというのが搭載されています。ですので、これまでのエグゾーディスプレイと比べて、より色鮮やかな映像を見ることができます。基本スペックとしては、CPU が Qualcomm の Snapdragon 636、RAM が 6GB で、ROM は 128GB。ディスプレイは6インチのエグゾーディスプレイで、解像度は Full HD プラス。カメラは背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっており、画素数は1220万画素と1310万画素の組み合わせ。レンズは標準レンズと広角レンズになります。前面のインカメラは800万画素のシングルレンズ。バッテリー容量は 4000mAh と、シャープのスマートフォンとしては最大クラスの容量を搭載しています。OS は Android 9となります。もちろん IP68 の防塵防水に対応しているほか、お財布携帯にも対応。セキュリティについては、前面ディスプレイの下の方に指紋センサーを搭載しており、顔認証にも対応します。特に個人的には指紋センサーの位置というのはディスプレイ下の方が使いやすいので、多くのモデルで採用されている背面に指紋センサーがあるタイプと比べるとかなり使いやすい端末になっています。今回ソフトバンクから発表された端末の中でも価格やスペックのバランスがいいモデルで、特にバッテリー容量が大きい上、低消費電力のエグゾーディスプレイが使われるため、電池寿命も長く、人によっては1週間に1回程度の充電で持つようなスマホになっています。個人的には Xperia 5や Acoustic 2よりも多くの方にお勧めできる端末となっています。そして今回発表された端末の中で一番個性的なのが LG の G8X 新旧というモデルです。海外ではすでに夏頃に発表されていて、もしかしたらご存知の方もいるかもしれません。今紹介している画像ではデュアルディスプレイのように見えるかもしれませんが、片方がスマートフォン本体で、片方がアクセサリーについているディスプレイになります。ですので、基本的には一般的なシングルディスプレイのスマートフォンとして使うこともできますが、アクセサリーを取り付けることによって、デュアルディスプレイのスマートフォンとして使うこともできます。
最近はサムスンやファーウェイから1枚の UQ ディスプレイを折りたたむことのできるスマートフォンなどが発表されていますが、どうしてもそういったモデルは価格が高く、約20万円から30万円程度します。それに対してこの G8X 新旧というのはそこまで難しい技術を使っていない上、使用するディスプレイは特別な UQL ディスプレイではなく、一般的なスマホ用のディスプレイが利用できるため、比較的低価格なモデルとなっています。基本スペックについては、CPU が Qualcommの Snapdragon 855、RAM は 6GB で、ROM は 64GB。ディスプレイは 6.4 インチの UQL ディスプレイ。解像度は 2340×1080 ドットのフル HD プラスになっています。バッテリー容量は 4000mAh で、OS は Android 9となります。その他、機能的なところで言うと、IP68 の防塵防水に対応しています。ただし、防水に対応しているのは本体の方だけで、アクセサリーのディスプレイの方は対応していませんので、デュアルディスプレイで使う場合は防水非対応と考えた方がいいかと思います。基本スペックはとても高く、位置づけ的にはハイエンドモデルということになりますので、サムスンやファーウェイなどの折りたたみスマホと比較すると低価格にはなるかと思いますが、やはり Xperia 5や Arcos Duo 2などと近い価格になるかと思います。また、このモデルはどちらかというと、グローバルモデルをそのまま国内に持ってきたような製品ですので、ワンセグなど国内向けのサービスには非対応となっています。最後は、スマートフォンというよりは、子供向けの携帯電話で、Kidzone 2というモデルも12月上旬にソフトバンクから発売されます。これまでキッズフォンというのはタッチ操作に対応していないモデルも多かったんですが、今回発売されるモデルはスマートフォンと同じようにディスプレイをタッチできるタイプになっています。また前後ともにカメラが搭載しており、子供が写真を撮影して遊べるようになっています。ちなみに画素数としては背面のアウトカメラが500万画素、前面のインカメラは200万画素になります。またキッズフォンならではの機能としては防犯ブザーが付いています。本体上の方についているストラップのようなところを引っ張ることによってブザーを鳴らすことができます。もちろん基本的には携帯電話ですので電話とメールをすることができます。登録できる連絡先は20件までとなっていて、登録していない番号からの着信、メールなどをブロックする機能も搭載されています。もちろん防塵防水にも対応していますので、水の中につけてしまっても壊れないようになっています。バッテリー容量は 1490mAh で、スマートフォンと比較するとかなり少ないように思うかもしれませんが、基本的にはこの製品は携帯電話ですので、極端に電池寿命が短いというわけではありませんので、そこまで気にする必要はないかと思います。ということで、今回はソフトバンクから今年の秋モデルが発表されましたのでご紹介しました。なお、ここには入れていませんが、先日ソフトバンクからは Google の最新スマホ、Pixel 4が発売されることが発表されています。ですので、今回発表された5機種と Pixel 4、Pixel 4 XL、この7機種が実質的にソフトバンクの秋冬モデルとなります。全機種をご紹介することはできませんが、今回発表されたモデルの中から一部の機種は実際に購入して実機紹介の方もしたいと思います。その辺、興味のある方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回は以上です。